プッシーキャットドールズ、プッシーキャットドールズ、ザ・プッシーキャットドールズ、時々 PCD と略されるは、振付し、ロビム・アンティンによって結成された、アメリカ合衆国のポップガールズグループである。グループは、カリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を置くバーレスク一座として、1995年に活動を開始した。国中で注目を浴びた後に、アンティンは、2003年に、A、エアンド、 エムレコード、インタースコープレコードと協議して、一座を音楽グループに変えた。人事変動を経て、2005年にニコールシャージンガー、メロディートントン、キンバリー・ワイアット、アシュレイ・ロバーツ、ジェシカ・スッタでメンバーが定着。アンティン、インタースコープと、その他によって監視されて、リアリティ番組、ラスベガスでのショー、マーチャンダイジングなど活動を多角化させていった。グループは、 アルバム PCD で世界的な成功を収めた。アルバムはアメリカのビルボード200で初登場でトップ5に入り、ドンチャ、ボタン、スティックウィッチューなどのヒットシングルも生み、グラミー賞にもノミネートした。2008年に2枚目のアルバム、ドールドミネーションを発表し、リカットシングル、ホエン・アイ・グロウ・アップ、アイ・ヘイト・デスパート、ワッチャ・シンク、アバウト・ザット、ジャイ・ホー、 ハッシュハッシュが大ヒットした。出世すると共に名声を得たグループであるが、その明らかな性的なイメージと露骨なお決まりのダンスは非難の的となっている。リードシンガーであるニコール・シャー・ィンガーがほぼ全ての曲リードを務め、他のメンバーはバックボーカルを担当する。2010年、大規模な世界ツアー終了後に、当時のメンバーであるジェシカ・スタ・キンバリーはやっと・ワイア アシュリー・ロバーツ、メロディー・トーントンがグループを脱退。当初は続投が報じられていたメインボーカルのニコール・シャー・ィンガーもソロに移行すると発表しメンバー全員がグループを抜けることになった。ロビン・アンティンは1990年代の間にニューバーレスク風のパフォーマンスを探求し始め、友人のクリスティーナ・アップルゲートのガレージスタジオで1995年に グループを結成した。初期は多数のゲストボーカルを迎え、1950年代と1960年代のポピュラーミュージックに合わせて、ランジェリーや古風なピンナップ風の衣類をつけて、バーレスクパフォーマンスをしていた。グループは、ロサンゼルスのナイトクラブ、バイパールームで、木曜日の夜にパフォーマンスを行い、1995年から2001年まで続けていた。 1995年6月にグループはより注目されるようになった。雑誌プレボに登場し、セミヌードでポーズを取る、少なくとも7人のメンバー、ケイシー・キャンベル、キーワ、ドーソン、アントニエタ・マクリー、エリカ・グディス、リンズレイ・アレンが掲載された。3年後にグループはローキシーへ移った。グループは国際的な人気を得るようになり、雑誌でフィーチャーされるようになった。 グループのメンバー数名が2003年の映画、チャーリーズ・エンジェル・フル・スロットルに出演、ザ・ピンク・パンサーテーマに合わせて踊っている。ピンクのトラブルのミュージックビデオにも出演している。クリスティーナ・アップル・ゲート、クリスティーナ・アギレラ、カルメン・エレクトラ、グループの多くのショーのリードを務めたと一緒に2002年にマキシム氏でフィーチャーされる。グループの広い人気を得て音楽制作者、 ジミー・アイオビー・インとロン・フェアをプロデューサーにしてグループはインタースコープレコードを契約し音楽グループへと変わった。人事に関する様々なプロセスの後、残ったメンバーはカーミット・バシャー、サイヤ・バトン、ケイシー・キャンベル、アシュレイ・ロバーツ、ジェシカ・スッタ、キンバリー・ワイアットの6人である。リードシンガーのニコール・シャー・ジンガーとソプラノのメロディ・ソーントンはグループが 音楽グループへと完全に移行するために2003年後半にキャスイングされた。カルメンエレクトラはグループのポピュラー音楽グループへの進化とグループへ参加しなかったことを尋ねられた際に私は2年間以上ドールの一部で彼女らとあらゆるショーをやりました。しかし財政的に私は彼女らの新しい音楽プロジェクトの一部になることができませんでした。それは 私が作ることのなかった犠牲です。と答えている。エレクトラは PCD のドンチャのミュージックビデオに重要な役柄で出演している。エレクトラは2003年後半にボンブシェルベイビーズと呼ばれるバーレスク一座を結成させ、2005年4月にラスベガスのストリップのシーザーズパレスのナイトクラブに隣接したプッシーキャットドールズラウンジでライブショーが 音楽活動と並行して開始された。このショーは1995年にロサンゼルスで始まったバーレスクスタイルのショーを続けているキャストを含む、ロサンゼルス時代の初期のメンバー、レイチェル・スターリングもショーに参加してる。2003年、エデンズ・クラッシュの元、メンバー、ニコール・シャー・ティンガーがリードボーカルになった。同じ年にソプラノのメロディ・ソーントンも加わった。 レコーディングのメンバーは、ニコールとメロディ、カーミット、キンバリー、アシュリー、ジェシカ、カーヤである。レコーディングが始まる頃には、彼女らのステージコスチュームは、PCD のロゴを入れたり色々な商標を付けられていた。彼女らの歌のレパートリーは、ポピュラー、R&B ソングと広がり新しくなる一方で、制作者とゲストのラッパー、彼女らの初期のフォーマットで人気のあるものは保持された。 2004年の映画シャークテールとシャルウィーダンスのサウンドトラックに現れた。新しく作られたレコーディンググループの最初のシングルはシャルウィーダンスからのスウェーであった。2005年9月13日にデビューアルバム PCD をリリースビルボード200で初登場トップ5入りを果たす。アルバムからの1枚目のシングルドンチャ。 イギリスを含む複数の国のチャートで位を獲得し、母国アメリカでは、ビルボードホット100で2位を記録。同シングルは、ビルボードミュージックショーで、ホットダンスミュージック、クラブパーティーシングルオブザイヤーを受けした。アルバムからは6枚のシングルがリカットされた。バラード曲、スティックウィッチューは、アメリカで5位を記録。この曲で第49回グラミー賞のベストポップ。 パフォーマンスベア・デュオアグループウィズ・ボケルズのノミネートを受けた。3枚目のシングルビープは Will I Am をフィーチャーした作品。4枚目のボタンはイギリスシングルチャートで3位。5枚目の I Need Man はオーストラリアとアイルランド、ニュージーランド、イギリスでトップ10入りをした。6枚目のシングルウェイト・ア・ミニットはティンバランドをフィーチャーした作品で最初2006年8月に アメリカでリリースされ、世界中のチャートでトップ40入りするヒットとなる。2006年、ロサンゼルスに拠点を置く会社ドッベルニャンが、インタースコープと共にが、PCD ミュージックラウンジ、インタラクティブウェブサイトを開始。2006年後半に、PCD は、デュガクリスト、コーンと一緒にシングラーワイヤレスの CM のために、フィーチャーされた。2007年には、 ABC テレビで放映されている NBA の試合のオープニングテーマ曲に、イトナウが起用された。起用されるにあたって、一部歌詞が変更された。2008年3月8日に、公式サイトでカーミットの脱退が発表された。アルバムは、ビルボード200で、初登場4位、最初の週で7.9万枚を売り上げた。ピークは5位で9.9万枚を売ったものの、アレックス・ビトルスが、 雑誌、アスプムで、アルバムの全体的な出来に、大いに失望だと述べた。次の週でアルバムは17位に落ち、3週目で30位まで、落ちた。ほぼ1年間チャートにランクインし続けた、デビューアルバムに対して本作は、わずか7週で、ランキングから外れた。しかし、2009年1月10日の週で100位になり、久々のトップ100入りを果たす。 アルバムがアメリカやヨーロッパで認知を得始めたので2009年1月18日にスコットランド・アバディーンからワールドドミネーションツアーを開始した。それから2ヶ月後にブリトニー・スピアーズのツアーサーカスに参加した。5月5日にガーリシャスが PCD の代わりにカナダで最後のサーカスショーを開いた。そしてハッシュハッシュのビデオを撮り終えた後、 2009年5月16日からヨーロッパとオーストラリアでのツアーを継続した。短期間の休止、この間、ニコールがソロシングルと PCD のリアリティ番組に出演の後、新しいシングルのために音楽シーンに戻り、2008年5月27日にホエガイグローアップをリリースする。5月20日放送のジミー・キンメルライブでテレビ初披露を 6月1日の MTV ムービーアワードでも公開された。曲はビルボードホット100で9位、ホットダンスクラブパーティーチャート上で1位になった。ヨーロッパのシングルチャートで6位、イギリスで2位になった。この曲のビデオは2008年の MTV ビデオミューズコワーズでベストダンシングビデオ賞を受賞した。アルバムはアーバンポップをテーマにした t ッチャシ About that... 世界中のチャートでトップ20位入りした I Hate ディ i s p a r 1位を記録したクラブソングボトルポップ世界中で1位になったジャイホーを含む5作のヒットシングルと国際的なヒットシングルハッシュハッシュを生んだツアーでイギリス、ヨーロッパ、フィリピン、マレーシアを回りシンガポールのシンフェストにも参加した2009年8月8日に クアラルンプールでのコンサートの後、コンサートプロモーターが PCD のマレーシアでのコンサートはマレーシアでの常識を無視していると発表した。マレーメールはマレーシアクアラルンプール市当局が PCD が舞台上で振った方法は著しい下品さに達したと思っていると発言したと伝えた。グループは罰金1万臨時1358ベードルの行政処分を受けた。 グループ内の事情に関する度重なるメディアの推測の中で彼らの創設者でマネージャーのロビン・アンティンが2009年8月2日、続ケ自身のツイッターで沈黙を破りグループが解散しないことを明言した。それ以来、ワイアットはグループの実際の現実を説明するためにインタビューに長い時間を割いた。2009年10月にデイリースターに グループが結束する前にまとめられたために、シャージンガーを友人ではなく仕事仲間とみなしたと説明した。グループがフランチャイズと音楽の発展の役割を果たしたと述べた。彼女は続けて、10月21日にデイリーレコードに、アンティンは好んだ人物を誰でも引き入れることができると話し、自分がまだグループの一員であると明かした。12月にワヤットは,やっとはもう一度、 グループ内で起こっていることをエンターテインメントサイトデジタルスパイに語った。電子音楽に影響されたソロデビューアルバムに取り組むためにレコーイングスタジオにいたという以前の報道を認めた。グループが発表する予定の3枚目のアルバムについては詳しくわからないことを明らかにした。別に噂されるリードシンガーのシャージンガーと他のメンバーとの不仲についてもメディアで様々な憶測を呼んだ。 アンティンが新作フィットネス DVD のプロモーションのために出演した番組ウェンディ・ウィリアムズ賞でグループについていくつか質問を受けた。アンティンは PCD は解散しない。実際我々は新しい音楽を制作する準備をしている。と述べシャージンガーの脱退しないことと新たなメンバーを2、3人加入させると答えた。そして何人かのメンバーは ソロデビューのために脱退しようとしていると明かした。2010年1月にニューズ・オブ・ザ・ワールドにおいてワイアットとトントンはシャージンガーと衝突するためにグループから外されそうになっていると主張した。ワイアットはシャージンガーがツアーの間専用の更衣室や輸送機を手配を要請したことを含む優遇体制に他のメンバーが不満を抱いていたと述べた。 2010年1月29日、グループの実態が明るみに出た。それは E ・オンラインによる暴露的な報道でジェシカ・スッタがツアー中、肋骨骨折した後にグループから追い出されたというものである。報道は財政的な重圧のもとに彼女を置き、あるところでは彼女はほとんどホームレスになったと伝えた。シャージンガーの優遇についてはグループが ブリトニー・スピアーズのツアーに同行した後、メンバー全員が定期的な薬物検査を受けなければならなかったが、シャージンガーのみ免除をされていた。スッタによると、シャージンガーはリードボーカル以外にも多くのことに関わった。例えばグループでミュージックビデオを撮影した際はカメラに映る長さをコントロールすることができた。スッタは雑誌、スタイルでグループの一員であることは、 嬉しい経験であったが、見せかけのバックアップダンサーにはなりたくないと述べた。それから1ヶ月も経たない2月6日に、ワイアットがイギリスの雑誌、ローデットのインタビューの中で脱退したことを公式に発表した。数日後、アシュリー・ロバーツもウェブサイトを通じて、脱退を発表した。彼女は、はい、私は、プッシーキャット・ドールズを脱退した。皆のことが大好きよ。 あなたたちみんなからの愛と応援にすごく感謝しているわ。素晴らしい旅だったし、すごく多くを学んだわ。と簡素なメッセージを添えた。シャージンガーは3月4日に新しいアルバムを年末にすることを発表したが、それがどういったジャンルになるかはまだわからないと述べた。新たなメンバーが加わるが、自身が脱退しないと MTV のインタビューで明かした。同年5月時点で、 シャージンガーはグループに在籍していたが、その後グループを抜けソロに移行することを表明し、以降、新メンバーの変更をたびたび繰り返している。2012年8月25日にサンディエゴで行われた、プッシーキャットドールズドールハウスのグランドオープンでの発表では、新メンバーは元パラディソガールズでレメフオのパーティーロックアンセムに客演したローレン・ベネット、ダンスオーディション番組。 アメリカンダンスアイドル出身のポーラ・アム・オペン、元ガーリーシャスのナタリー・メヒア、コメディアンのボビー・スレートンを父に持つナターシャ・スレートン、シモーヌ・バトルの5人とされている。2010年5月に発表された新メンバーの中には、日本人ダンサー・中曽根・リノもいた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。